ドアを叩くのは、今年のゴールデンウィークに起こった出来事。俺以外の家族が2泊3日の旅行に行ってしまった。家は結構広い2階建ての一戸建てで、昔からあるものを親父が買って家族で住んでいた。この家には1階と2階にトイレがそれぞれ一つずつあった。俺の部屋は2階にあるから、俺はいつも2階のトイレを使っていた。その日は学校の特別補習があって、家に帰るのが遅くなってしまった。学校を出たのが7時半くらい。家に着くのはいつもだいたい8時くらい。遅くなっても今日と明日は俺一人だし、立ち読みでもして帰るかな、などと考えながら道を走っていると、急に腹が痛くなった。これはやばい。あともう少しで出てしまう。そう思いながら、自転車を全速力で走らせるが、この辺りには公園もコンビニもない。腹の痛みに耐えながら家を目指した。全速力で飛ばしたんですぐ家に着いた。家に着くなり、1階のトイレに入って、鍵をかけ、用を足そうと便座に座ると。どんどん、どんどん、と、ものすごい勢いで扉が叩かれた。驚いた俺は用を足すのも忘れて、しばらく、どんどんと、ドアが叩かれる音を聞いていた。なぜか恐怖心はなかった。一瞬驚いただけ。ドアを叩く音は全然止まないので、呆然として音を聞いていると、急に音が止んで、ものすごくでかい声で、いきなり叫び声がした。何を言っているのかは全然聞き取れなかった。しかし、その言葉を聞いた瞬間、なぜかものすごく恐怖に襲われた。そしてドアを叩く音が再開。俺は頭を押さえて、ガタガタ震えながら、音が止むのを待った。頭の中では、なぜかお経や神頼みの言葉ではなく、ここは俺が使ってますから、どうか2階のトイレに行ってください、と祈っていた。すると、俺の祈りが通じたのか、音が止んで、階段を駆け上がる音が。俺は音が止んだ後もしばらくトイレの中にいた。腹の痛みなんてすでに消えていた。しばらくして気持ちも落ち着いてきたんで、とりあえずトイレから出ることに。そしてそのまま何も持たずに家を出て友人の家に行った。事情を説明したら、友人は今晩は泊めてくれるとのこと。でも、明日から友人一家は出かけるんで、明日は家に帰らなければならない。そして次の日、俺は友人に礼を言って家に帰る予定だったんだけど、いざとなると勇気が出なくて、しばらくファミレスに行ったり、本屋で立ち読みしたりしていた。だが、明日はまた補習があるんで、家にはどうしても帰らなければならない。意を決した俺は家に帰ることにした。まだ昼の3時くらいだったんで、周囲は明るかった。家に入って、まず目についたものは、無造作に投げ捨てられたバッグ。しかし、明日の補修に必要なものは、2階の俺の部屋にある。しばらくその場に座り込んで考えたが、結局、2階に上がることに。
そうして2階に上がろうと階段に足をかけた瞬間、急に腹に痛みが。それも昨日の日ではない。もうダメだ、限界だと思い、すぐ1階のトイレに。しかしなぜか鍵がかかっていて開かない。俺は全力で扉を叩き続けた。しかし扉は開かない。開けてくれと。誰が中に入っているわけでもないのに、大声も上げた。そしてまた扉を叩き始めた。その瞬間気がついたんだ。これって、昨日と同じじゃないか、と。じゃあ昨日、扉を叩いていたのは、俺？わけがわからないまま、とりあえず2階のトイレに、行こうとしたんだが、すごく嫌な予感がしたんで、お隣の家に。お隣の人は、俺の表情を見るなり、どうしたの？と聞いてきた。とりあえず俺は、トイレ貸してください、と言って、トイレを貸してもらった。トイレから出ると、お隣さんは困惑した様子だったが、俺が何でもありませんからと言うと、それ以上は聞いてこなかった。結局その日は、ファミレスで夜を過ごした。次の日、家の前で家族の帰りを待って事情を説明したが、当然のことながら誰も信じてはくれなかった。ねえ、どこ？ある夜、ふと気配を感じて目が覚めた。天井近くにぼんやりと白く光るものが浮かんでいた。目を凝らして見てみると、白い顔した女の頭だけがぷかぷかと浮いていた。ぎょっとして体を起こそうとするが動かない。目を閉じたくてもなぜだか閉じることができない。冬だというのに油汗が滲んできた。その女は無表情のまま目だけを動かして部屋をキョロキョロ眺めていた。こっちを見ていないのが救いだった。固まったままどうすることもできず女を見つめていると、急にこっちを見てつぶやいた。どこ？何が何だかわからない。何を探しているんだ？俺の部屋に何かあるのか？さっぱり見当もつかない。震えていると、浮かんだ顔がずいっとこちらに近づいた。すぐ目の前、息がかかるほどの距離で。ねえ、どこ？目を見開き、口をカッと開けたその表情に恐怖が増し、とっさに、今はない、と答えた途端、意識を失ったのか、気がつくと朝になっていた。夢とは思えない感触に震えが止まらなくて、すぐに家を出て友達の A の家に行った。そのまま A の家に泊めてもらおうかと思ったんだけど、その日は良くても、次の日、家に帰って出たらどうしようと不安になってしまい、結局 A に、うちに泊まってもらうことにした。夜更けまで話をして、気を紛らわせていたが、睡魔には勝てずに、いつしか眠ってしまっていた。再びあの気配がして目を覚ました。いた。俺の上ではなくて、A の上に、A の顔を覗き込んでじっとしている。A は気がつかずに眠っているようだった。ガタガタ震えながら、目をそらすこともできず凝視していると、ふーっとこっちに寄ってきて、目の前で。違う。ねえ、どこ？
息がかかるのがわかる。今はない。また気を失ってしまったようで、A に起こされて目が覚めた。夕べの話をしても、A は何も感じなかった。夢だろうと笑った。俺にはそうとは思えなかった。心当たりは何もない。部屋には大した荷物もないし、何を探しているのかがさっぱりわからない。今日も泊まってくれと A に懇願したんだが、用事があるからと断られた。仕方がないので別の友人 B に泊まりに来ないかと電話をかけた。結果は同じだった。B の顔を覗き込んで、違う。ねえ、どこ？今はない。俺は意識を失う。怖くなった俺は友人 C のところに泊まりに行った。部屋を変えれば何事も起こらないだろう。友人 C は心よく止めてくれた。しかし C の部屋にもあいつはやってきた。眠った C の顔を覗き込んで。違う。ねえ、どこ？俺は少し慣れたのか、思わず。知らねえよ、と答えた。その途端、顔がブワッと視界一面に広がって弾けるように消えた。よかった、いなくなった。そう安堵して自分の部屋に帰った。甘かった。その夜もまた。ねえ、どこ？今までと違うのは顔に怒りの表情が見えることだ。俺を責めるように問いかける。ねえ、どこ？ねえ、知ってるんでしょ？どこにいるの？神経がおかしくなりそうだった。あいつは誰かを探しているんだ。俺に関係するのか、何もわからない。それから俺は、友人を片っ端からうちの部屋に泊めた。誰も何も見ない、何も感じない。しかし、あの女は毎晩俺に尋ねてきた。ねえ、どこ？そんな毎日が続いた。気が狂いそうだった。しばらくして、友人の H が泊まった時のこと。目が覚めると、いつもの女。もうだいぶ慣れてしまっていた俺は、女を見つめていた。H の顔を覗き込んでじっとしていたが、俺の方に顔を向けると、ぐぐっと寄ってきた。しばらく俺を見つめて、見つけた。いたりと笑った。歪んだ笑顔は何とも言い難い不気味さだった。うわ！叫ぶと体が動いて思わず外に飛び出した。近くの友人のところに飛び込んでガタガタ震えて今までの話をした。一旦家に戻ろうと言われ一緒に部屋に戻ってみると寝ているはずの H の姿がなかった。それ以来、H の行方は知れない。H の家族に、いろいろと聞かれたりもしたが、正直に話をしても、頭のおかしな奴だと思われたようだ。俺が殺して、埋めたんじゃないかという、そんな噂も流れた。当時の友人たちも、俺から離れていってしまった。俺のせいなのかよ。こんなことになるなんて思っていなかったんだ。H とその女の関係はわからないまま。H は一体どこに行ってしまったんだろうか。午後からのあなたの運勢を占う。
午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はチョキを出しました。ですのでグーを出したあなたは、午後からじゃんけんタイムに勝ったあなたは、きっとムフフなね、普段言わない言葉ね、ムフフな午後が待っているでしょう。ええ、そしてラッキーアイテムになります。今日のラッキーアイテムは工具です。工具、ドライバーとかね。え、なんでって思うでしょ。でもこれドライバーとかってなんか使わなきゃいけない時になかったりしません？まあ人によってはちゃんと工具入れをでね、カチッと揃えてる方もいらっしゃると思うんですが、使ってちょっとどっか置いちゃったりとかすると次使いたい時なかったりするんですよね。ね、そんなことありませんか。まあ、最低でもドライバーとかはペンチ、ドライバーペンチくらいはね、いるのかなと思いますが、ちょっと工具をね、整理整頓してみてはどうでしょうか。ということでね、お離れコンです。またねー。